こちら、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら、10秒間でお願いいたします。さあ、正解は、まあ、B か D ですよね。じゃあ A とか C とかはなぜダメなのか。まあ、皆さんこれ多分文頭から訳しましたよね。トムは失業中である。ですから彼は現在ウニャウニャを探してます。で、あとは選択肢の並びから見て、まあ、探してるのは仕事なんでしょうね。ということで皆さん下をご覧ください。皆さん work ときたら2種類。おそらく皆さん、加算名詞と不加算名詞、ご存知ですね。で、まずはカッコ1番。数えることができる名詞の場合、意味はあれですね、作品。で、一方カッコ2番、不可算名詞、数えることができない名詞の場合は、まあ、仕事とか作業全般ですから、全体的な総称的な意味内容でございますので、数えることができない、まあ、どっちかというと抽象的な話ですね。ですから今回は仕事という意味の work で、そんな場合は不可算名詞ですので、選択肢の A とか C とか漢詞のあはつきませんし、複数の S もいらない。ですから A と C は×。ですから選択肢の B が正解かなと思うんですが、じゃあ選択肢の D、job、これはなぜダメなんですか？そうです。こっち皆さん一つ一つ数えることができる名詞。で、加算名詞なんですから皆さん job の左側、あが必要ですよね。ですがそれがないので×。やっぱり正解は B。で、まあ、当たった方は多いかと思いますが、特に皆さん選択肢の D ですね。数えることができる単数名詞の左側にはあが必要。で、そこまで見えてるかどうかは意外と公開テストで聞かれてますからね。ですので、このあたりの根拠も参考なさってください。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸1番から丸3番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。